高長陽は、朝鮮民主主義人民共和国の思想家で、主体思想の理論家、政治家、元朝鮮労働党国際担当初期、1997年に韓国に亡命し、死去するまで韓国に在住していた、環境道出身とも平壌の高等軍出身とも言われる、地主の家庭に生まれ、平壌と東京の中央大学法学部で学んだ。そのため教養のある、 日本語を話すことができ、北朝鮮在住時からたびたび日本のメディアによるインタビューへ日本語で応じていた。大学は2年次で中退し、ピョンヤンに帰ってからは母校である、ピョンヤン商業学校の数学と資産の教師をしていた。1949年、ソ連のモスクワ大学へ留学し、哲学博士号を取得する。帰国後は、 近日生総合大学で教鞭を取り、1965年同大学総長に就任。1970年には、朝鮮労働党中央委員会委員に就任し、その後は、党の国際担当書記や最高人民会議、外交委員会委員長などの要職を歴任する。この時期には、近日生の側近であり、その後ストライターとも言われた。校長用の回録によれば、 1974年、金正日が後継者に決まると、金日清は、朝鮮民族の聖なる山として知られていた白頭山を訪ね、景色の良い箇所を適当に指さして、そこが息子の生まれた白頭三営の跡地だと述べ、後方の山を正日盆と命名したという。これによって、金正日の出生地は白頭山ということになって神格化が始まったという。この時、 高潮陽は、近日清も俗物だと感じたという。学者としても、活発に活動し、諸外国に研究サークルを設立して、ュチェ思想の普及に努めた。封建主義から共産主義に至る北朝鮮の発展段階で、高潮陽の考えは、近日清と違っていた。高潮陽は、マルクスレーニン主義の社会発展論から、資本、社会量主義の過渡期を経過する必要があると、 主張したが、その過渡期を不要とする、金日成から、資本、日和未良主義者と睨まれた。これに対し、金正日は、高潮洋は、主体思想の体系化に必要な人材と父に、取りなしてことなきを得た。しかし、後に、高潮洋は、様々なインタビューで、金正日より、金日成を評価しており、金日成は、 中国式の改革開放に肯定的だったとし、東昇平と確執を起こして、中国に批判的だった金正日は、自己保身を優先して、経済を低迷させたと証言しており、これは他の記録資料でも裏付けられている。九百九十七年、ュチェ思想に関する講演のため訪日した直後、キロの北京で秘書の金の利広と共に、韓国大使館に赴き亡命を申請する。 亡命理由について、公長洋は手記で祖国の体制に疑憤を覚え、その変革を図るためと述べている。ただし、公長洋は共産党体制よりも一歩進めた、独裁化のためのイデオロギー的な整備を行った当事者でもある。このことから国内での権力闘争に敗れたため、保身を図って亡命したのだとも言われている。また、 在中国朝鮮人の女性との不倫関係により立場が悪化したためとも言われる。いずれにしても亡命の動機の審議は定かではない。公朝用の亡命の前後には北朝鮮当局が公式プロパガンダにおいて主チチェ思想の語を出す頻度を減らし赤旗思想の語を登場させたことが観察されている。このことから北朝鮮当局が主チチェ思想を撤回する必要に迫られていることが 疑われた。しかし、赤旗思想の子はほどなくして消えた。公庁用ほどの交換が亡命するということは、金正日体制が極めて不安定であるとの印象を海外の観察者に与えた。日本では現代コリア研究所の関係者を中心に一部では政権崩壊寸前との憶測を飛ばす者がいた。なお、この亡命を受けて金正日は、 高庁用の親族3000人を一斉検挙し、強制収容所に収監した。亡命後の高庁用は、ソウルを拠点に、分泌業、評論家業を営みつつ、アメリカ合衆国を中心に、金賞日政権打倒を掲げて活動した。2004年2月には、ソウルにある支援者の事務所に赤ペンキで汚された高庁用の写真が、脅迫文と一緒に置かれるという事件があった。 亡命から死去までの間ずっと、公聴陽はソウル市内にある自宅の住所を徹底的に取得していた上、常に国家情報院の職員と警察官による身辺警護を受けながら活動しており、襲撃は事実上不可能だった。その代わりに、こうして支援者が攻撃の対象とされたのである。2006年12月21日には、孔朝陽が会長を務める自由北韓放送の 事務所に残されたのは死だけだという内容の脅迫文と赤い絵の具が塗られた校長用の写真、斧などが入った小包みが送り付けられる事件が起きた。2008年9月27日には左翼系学生団体である韓国大学総学生会連合出身の運動家がこの事件の犯人として警察に検挙されており、また南北共同宣言実践連帯の事務室に 対する家宅捜索でも、脅迫と関連した文書が発見されている。2007年4月には、警察の南北共同宣言実践連帯に対する家宅捜索では、校長用に対する北朝鮮とは関連がないように、初段と要聴などと記載された脅迫メモが発見された。校長用は、現在の北朝鮮とュチェ思想の関係について、本来のュチェ思想は、 マルクス・レーニン主義を北朝鮮の実情に合わせて朝鮮民族が主体的に革命運動を担うためのもの。金日生らの個人崇拝などは全く含んでおらず、完全に歪められていると日本のニュース番組のインタビューで語っている。2009年脱北支援の活動をしていたエードリアン・ホンちゃんとソウルで面会し、その場で金正日政権に代わる北朝鮮亡命政府の 呪立への協力を要請されたが、朝鮮半島における正当な政府は大韓民国政府だけであるとして断った。2009年6月23日には CBS のオーカットニュースにて、公庁用の家族3人が北朝鮮を脱出して第三国に滞留していると報じられた。2010年4月4日から8日にかけてに日本を訪問。 亡命直前の1997年以来13年ぶりとなった。同年4月20日、韓国の警察当局は潜入していた北朝鮮の朝鮮人民軍偵察総局のスパイ2名の逮捕を発表した。供述によれば、校長用の暗殺が目的であったという。同年10月10日、ソウル江南クロンスズリ道72の0の自宅の 浴室で死亡した状態で発見された。87歳ボーツ。遺体の第一発見者はボディガードとして、校長用の自宅を警備中の警察官であった。毎朝5時から7時の間に半身浴をするのが日課だったという。同年10月19日、ソウル地方警察庁は校長用が10月9日午後に半身浴をしている最中に、 心臓疾患で死亡したと見られると発表した。10月12日には、韓国政府により、無休下症が送られ、同14日、大田国立秋田大院に埋葬された。2015年5月17日、韓国検察は、2009年から2010年にかけて、北朝鮮による、校長用の暗殺計画があったと発表した。工作員を通じて、覚醒剤の取引をしていた、 韓国人男性を使って暗殺する計画だったが、実行する前に、高朝陽が休止したため、暗殺計画はなくなった。事実上の遺書として、国別式で高朝陽の遺作詞が公開された。以下はこれを日本語訳したものである。離別退屈な夜は去り、空が明るくなり始めたのに、地平線の黒い雲は近づき来る。永遠な夜の使いが訪れる。別れを告げる時間だと。 英別の時間だと。虚しい歳月との別れは惜しくはないけれど明るい未来を見ようとする弱さを慰める術はなく。愛する人々をどうすればいいのか。背負って歩いてきた荷を誰に任せていくのか。慣れ親しんだ三がと引き裂かれた民族はまたどのようにして。時は過ぎ去り残されたのは最後の瞬間だけ。遺恨なく最善尽くし放置 人生を包んでくれた祖国の尊い志をかみしめながら、ありがとうございます。